鎧に身を包み船に乗って、ルーシュの地を訪れたバリアーグたち。手前は、現地のスラブ人。バリアーグとは、スラブ語名によるバイキングである。複数型はバリアーギ。東、スラブ人による故障で、ゲルマン人の一派を指す。一般的には、スウェーデンバイキングのことであると現代では、解釈されている。ロシアでは15世紀まで、スウェーデン人を、バリアーグと呼んでいた。 実のところは、民族系統については不明との説もあり、ノルマン人と似た種族があったとされ、一般的に、東、スラブ人による故障で、ゲルマン人の一派を指し、スカンディナビアから出て、ロシア平原に出現したバイキングのこととされているが、物的証拠の乏しさもあり、あくまで移動ルートは推測である。ルーシ原書年代記、杉氏日々の物語で言及されている。バイキングは、 東、スラブ人に知られており、バリャーグの核部族は、ルーシ、スベリ、ノルマンイコールアングル及びゴート人であると伝えられている。年代記によれば、海の向こうから渡ってきた彼らが、ルーシ国家の建設に携わったと書かれ、傭兵、海賊、交易などで活躍していた彼らを支配者として迎え入れたと言われている。 ルーシの国家形成に深く関わったが、ソ連の研究史においては、バリアーグとは必ずしもスカンディナビア人のみを指しておらず、上記のようにその他のゲルマン人も含んでいると思われる。彼らバリアーグは、スラブ人の地に定住し、一世紀ほどで東、スラブ人に同化されることとなった。彼らの特徴は、特に商業的なものを帯びていたと言われている。また、バリアーグの特徴として、 武装戦団を率いていており、船を埋葬するといったバイキングの特徴を示す、事物も伝えられている。彼らは8世紀後半から9世半ばにかけての粒子化元国の支配者階級であったと言われ、ノルマ前系とされるが、出自の不明なルーシと呼ばれる人々によって建国されたと言われている。東ローマにおけるバリアーグの騎士たち、なお、キエフ大公国が完成させた陸上交通網、 バリアーギからギリシアへの道はこのバリアーグから来ている。この通称路はバイキングによって築かれバルト海から国海へ通じる経済網でもあった。またボルガ川からカスピ海へ向かう通称路の開拓によってイスラム帝国との交易も盛んになることとなった。このことだけでもバリアーグの果たしたルーシでの功績は多大であったと言える。彼らの行いによって 後年のキエフ大公国の繁栄の基礎となり、ルーシという大国家の形成に重要な寄与を与えたと言っても良いと言える。彼らの故地とも言えるスウェーデンとも何事かの結びつきを保ち、北欧と地中海世界、イスラム世界との仲介役も果たしている。バリアーグの勢力が弱まった後も、キエフ大公国がスウェーデンなどからノルマン人の植民や傭兵を受け入れていることから、しても、 国王と東王との連携役を務めたこのバリアーグによる政治的に重大な関与があったこそだったからと言える。また、キエフ大公国における銃士団はスカンディナビアの出身であるとされ、キエフ大公ウラジーミル一世は実際にキエフ大公に就くためにスウェーデンで兵士を調達している。彼はルーシにおけるバリアーグ人時代の最後の君主であり、スウェーデンから来たバリアーグたちを 東ローマ帝国に新英体として輸出している。これを最後に、キエフ大公国は、キリスト教家し、バリアーグ人の時代は終わったと言える。ちなみに8世紀から9世紀にかけて、バルト地方をバイキングが支配したと北欧の伝承、サガには描かれているが、これが事実であるかは定かでない。また、このバイキングがいわゆるバリアーグであるかも同様である。史実に基づかない可能性もある。 ただこの時代のスウェーデン系バイキングがバルト海を事実上支配していた可能性は高く、だからこそ東欧進出が可能であったとも言える。また、バリアーグたちはクリミア豪都族の存在に気づいていたとされている。ギュータサガによれば、ゴットランド島の3分の1の住民が島を去って、ギリシアの島々に移住しなければならなくなった時、移住先で、コ・ギュートモールと、 ほとんど同一の言語が保たれていることに気づいた、と、ルーン文字で明文してあったと言われている。バリアーグたちの活動は、年代期以外の記述による証拠に乏しいが、彼らの消息は、スウェーデン国内外で発見されている、ルーン石碑によって、その足跡がその後の研究によって明らかとなっている。東スラブ人、特に、モスクワ大公国から発展したロシア帝国は、 ルーシの建国者としてのノルマン人の関与を払拭させようとした。ルーシ内社ラテン語のルテニアを東、スラブ人の起源に返そうというものである。そして、ルーシ国家の破壊者、侵略者とみなしたのである。こうした主張は20世紀のソビエト連邦時代でも強調された。しかしこれらの主張はその後の研究、考古学調査から根拠のないものとして扱われている。 もっともバリアーグたちの活動は、主にルーシア、東、スラブ人側から記録されているため、征服者としての一面も持ち合わせていると言える。当時の東、スラブ人の親、スカンディナビア的視点から、たとえリューリクらの存在が、反伝説的あっても、ノルマン人は、ルーシ国家の成立には何らかの形で、関与していたのは事実と思われている。現在においても、この説は存在しており、 東欧の歴史家の中にも定期が行われている。ちなみに、スウェーデンに何千と残るルーン文字で刻まれているルーン石碑の中には、父は仲間たちと東方に向かい、遥か南の国で死んだと記されている。ありがとうございます。